感じたらドリンク必要なんですよ。うん、サラダドリンク。え、重く感じたらどうなの？サラダドリンク。重く感じたらさらなる努力が必要。軽く感じたら道のりは明るい。木の家に着きました。今から器館を見たいと思います。ポンポコだぬきさん、こんにちは。今年もよろしくね。滑り落ちだから結構この高さ、ん、リーダーを何回転、高さこれダメなの？え、ここ通ってるだけでも寒っ。パパ、初売りで買った靴、ほら、かわいいじゃん。こんなに下るの？え、そうだよ。結構。はい、ご挨拶して、こちらにも。帰り結構上りだよ。そんな、これぐらい。寒い寒い、おお寒い子寒い。うん、まあこの程度の雪で済んでよかったわ。これうちにある、これ強制のスノーしたんだね。私自分で買ったんでもこれいいんだよな。うん、あ、今うちでこれ使ってる。爆買い？爆買いじゃない、年一だから爆買い？爆買いじゃない、爆買いじゃない、爆買いじゃない。欲しかった。結構爆ってない？爆ってない。前回のは爆、去年のが僕だけど、でも去年使って、1年使ってめっちゃヘビロテして、うん、欲しかった漆の器だった。下見て、ほらほら、変なとこ歩ってるよ、はい、だからそれは目的来たんだけど、プラス箸置きとレンゲと、あとなんかスープカップみたいなのちょっと素朴なのあったから、うん、スプーンさ、この間鉄のスプーン買ったばっかりじゃない。あれは鉄、鉄じゃないけどね。でも木のスプーンいいよね、確かに。買ってないよ。あ、そうなの？漆のレンゲ。あれ、スプーン選んでなかった？漆のレンゲだけ買った。やっぱりレンゲ必要なんだよね。ねえ、そのさ、撮ってる時のさ、目がさ、変態なんだけど。いや、目の使うね、今んとこ。さあ、ちょっとジェラート食べようよ、ジェラート。秋の。寒いけど。でも食べたいじゃない、息子。せっかく来たから。うん、まあ、なんか食べよう。うん、なんか食べよう。うん、木漏れ日かわいい、かわいい、送ってるみんな。着きました。天気が良かったらここで食べれそうな椅子がいっぱいあります。どういうのあんの？ミルクアーモンドプラリネ。いやー、美味しそう。チャイ。え、チャイもあるの？チャイ。すごい。ジャンデル？え、食券なんだ。ありがとうございます。
パ何にしたの？これアーモンドプラグネットチャイ。お、いいね、いいとこ行ったね。あ、おいしそう。あ、すごい生姜っつうが。あ、本気のチャイ？生姜効いてるの？へえ。おいしい？抹茶とバナナ。はい、買ってきました。こっちがチャイで、こっちがティラミス。もうこの辺からチャイだわ。あ、めっちゃチャイ、大人。こっちティラミスね。アーモンドプラリネも美味しい。これアーモンドプラリネ。ガリッチさなっから気をつけた方がいいよ。アーモンドプラリネ、これ人気ナンバーワン。あ、ツー。うん、うん、おいしい。いきなりガリッチしたなってさっき、は、俺だわと思ったの。アーモンド、へえ。バナナかしら。バナナうまい。バナナ食べたい。うん、ね、やば、バナナ。あんた正解かもよ。バナナうまっ。本物のバナナ味する。バナナすっごいうまい。これバナナ正解。バナナ一番うまいかも、本当に。バナナ、300円。え、かわいい、いいじゃん。ミニタリと一緒。ミニタリもかわいい。似合いそう。え、嘘でしょ。嫌いじゃないよ、でも今日の。え、でもじゃそういうものじゃ似合わないよ。嫌いじゃない。びっくりされちゃう、そんなの入ったら。ありそう。レッドキャップ、レッドストック。レッドキャップ？レッドストック。外しあったよ。外しあったよ。やっとかなくてもいいよ。外し。うん。あんま大丈夫かな今。大丈夫？うん、今。外しでちょっとこの色ないかな。外しすぎ？この色めっちゃ可愛い。可愛いよねこれ。可愛いよね。こういうのみんな入ってたよね、ビル券の。おばさんとか入ってたよね、こういうの。誰？おばさん。ああ、え、ビルケンだったの？ね、パパ、このカラー可愛くない？可愛くない？これ可愛くない？これ、うん、ママもこれいいと思ったの。え、それ絶対可愛いよ。ヴィンテージだと12,900円もするんだ。すごいな、かっこいい。でも色いいね。めっちゃ退色してる。ね、色の落ちがいいね。はい、ね、びっくりドンキもタッチパネルになったの？え、すごい。これ食べる？あ、そうか、なってたの。ハンバーグ。チーズバーグディッシュでいいかな、俺。あ、この満喫セットすごいんだよな。ハンバーグとパフェとコーヒーついて1,500円だもん。1,500円。あー、私ね、コーンスープ。これはドリンク。アイスカフェラテ。すぐ、あの期間限定なんですけど、この満喫セットっていうのをいただきます。お得です、これ。から、こ
れ選べて、全部1個ずつ選べて、普通の 150g だと1490円で食べれます。はい、私はおろしそ、このおろしとコーンスープと、あとアイスカフェラテと、あとはポテトにしました。はい、で主人はこちら、あ、こちらじゃない、チーズバーグディッシュと味噌汁といちごミルクとスパイシーポテトにしました。イエイエイ、久々のびっくりドッキリです。この量ついてこの値段は安いよ。俺にも1個ポテト食うの、うん、だって食べれる食べれる、スパイシー。だってこのアイスカフェラテだってさ、こんななんか大きいしさ、どう、最高だよね、びっくりドンキーのポテトね。これちょっと厚くでって食える、食べれるでしょ、うちらなら。めっちゃ楽しみ。これ何、全国でやってんのかな、この期間限定。え、これ頼まない方はないでしょ、橋田須賀子の脚本、うん、頼まない方はないでしょ。ポテト絶対見に来ると思ったの、ちっちゃいの、全然多くない、うん、いただきます。ビッグリオキのポテトってめっちゃうまいよね。いただきます。うまっ、人いないね、この時間帯、もう3時半。ケチャップ、あ、美味しい。本当は、まあ、このケチャップ美味しくない、うん、ケチャップじゃないんだよね、トマトソースみたいなんだよね。なんか美味しくない、この、うん、これも美味しい。いちごミルク、はい、いちごミルク好きだよね、昔から。あれでいちごを食べた時に潰して牛乳入れてみたの、うん見た目とのギャップ、めっちゃ初めて飲んでてびっくりしたもん。ギャップもそれにすればよかった。うん、うまいよね、うまい。昔氷入ってたのに入んなくなったし、うん、薄まるからない方がよくない、うん、150おろしそバーグディッシュご注文のお客様です。こちらが150チーズ大盛りですね、はい、こちらお味噌汁失礼いたします、はい、とコーンスープです。あとスパイシーポテトをお持ちしますね。ありがとうございます、はい、お待ちください。はい、来ました、おろしそバーグディッシュ、美味しいよね。びっくりドンキーのコーンスープが好きです。うまいよね、美味しいの。で、パパはこれチーズバーグディッシュで、ハンバーグは普通サイズで、ご飯だけ大盛り、うん、で、仙台風のお味噌汁、仙台風のこれ書いてあった、青ネギと仙台風とわかめのお味噌汁なんで、あの、びっくり丼って味噌汁うまいから、味噌汁も美味しいの、うん、美味しい、美味しい。あ、これいいな、この角度めっちゃいい。食べてるとこも取れるし、食べ物も入る。神角度、神アングル。いただきます。あ、どこ見てんだっけな。いただきます。あ、プース入ってないな、プース。あ、神角度、しかもこっちに人いないから。あ、く、熱々。うん、うん、熱々、腹減ってながらうまい。本日1食目、2人とも今日はお待たせしました、お客さん、スパイシーポテト大変お待たせしました。すごい、ご注文してもされましょうか。はい、はい、お願いいたします。すごい、何かご要望出ましたか。あ、大丈夫です。いかがすごいスパイシー、うん、それこれ2つですよ、2人できたら、うん、食べれる。え、でもなんか食べれそう、だから来ればよかったのね、息子も。もう大満足セットなんだけど、こんなの、うん、
優しすぎない？これうまっ。好きなんだよね、この大根と人参の。うまいな。うん。スパイシー。うん、うまい。これ数字はあんの？あんまりやない。ないけど。美味しい。何としても食べれさえできない。だってこれも夜ご飯と剣でしょ？うん、すごい。うん、やりきろ。お腹で夜ご飯食べられないよ、ね。うん、私さ、ご飯これ本当は足りないんだよ。そう。うん。なんで美味しいの？さすがに。何やそれ。足りない。最近。うまっ。美味しい。おせちに飽きたらびっくりドンキ。ジェラート食べてなかったら絶対パフェにしてた。オイソースしたいな。オイソース。ハンバーグソース一つもらっていいですか？ありがとうございます。米も美味しいよね。美味しい。北海道だからさ。皆様ハンバーグソースになります。うん、足りなかったんだよ。よろしそうだけどな。うん、うん、幸せ。いつぶりびっくりのけ、うん、急にね、ちょっともうめえな。うん、私スパイシー気に入ったかも。うまっ。1個パフェにすればよかったかな。ポテトの量がさ、こんなに大きいと思わなかったのに。そのようなことだと思わない。これさ、1人1個に作るようでしょ。これが重いよ、これ。これに全部ついてこの量、すごいサービスだよ。今くんちゃんめっちゃ食いたいだろうね。うん。ご飯大盛りにしなかったら余裕じゃない。うん、このスパイシーポテト。美味しいね。後しくね。うん。私好きだ、これ。後しくわ、これ。うん。なんかさ、昔より食べる頻度減ってるじゃん、子供たち、あれになってさ。うん。いや、なんかたまに食べるとほんと美味しいよね。うん。若い時めっちゃ食った。ああ、若い時ね。え、若い時より値段上がってるじゃん、絶対。出るよ、もちろん。若い時普通にディッシュ、800円ぐらいじゃなかった？最初、泉でしたじゃん。あ、そうなんだ。やばい、ご飯の量とハンバーグの量、私も誤ってる。どうしよう、これ少しずつ食べないと。ポテトで食うしかない、ポテトで。合わないんだよね。タレつけてくるよ、ご飯で。タレもないもんな。やばい、何やってんの、あるし。何やってんだ。ご飯を もったいながって食べてたの。足りないと思って。ハンバーグの方がねえじゃん。うん、うん。このセットすごいいいと思う。いつまで期間限定とね、三色ピース。あとは金蛇神社に行って、金蛇さんに行ってお札返して。でもなんかさ、こういう風にやるとすごいすっきりするよね、お札ね返して。本当は年明け前に行くものなの？年明け前に、年末に晦日詣って本当しなきゃいけないの。新年初詣してお願い事して、そのまんまずらずらってんじゃなくて、今年一年ありがとうございましたも本当はちゃんとしなきゃいけない。だって人にお願い事してさ、お礼言わない。それは分かってるけど、お札ってほら年明け前に行って買いなきゃいけないのかな。どうなんだろう。いいじゃない、だってみんな初詣で新しいお札買わない。一日一食さ、一気に食うのダメだな。血糖値めっちゃ上がってんの分かるよね。トロンとしてるよ。大丈夫？なんかちょっと入れてくればいいんだよね。食ったよ、ね、何食べた？アイス。ああ、あれでちょっと、実はあれでちょっと落ち着くよね。私落ち着いたの。落ち着いたこの食いっぷり。でもせかすとが長すぎて、あれお腹すいたのに。そうだ。いや、私が近くさ、行くとさ、
すごい嫌そうな顔するのかな。なんかこう、ちょっとあっち行ってごめんねとか言われる。あの謝られると結構悲しそうに、ちょっとあっち行ってて、ごめんねとか。あとパパになんかさ、服とか持っていくじゃん、店に。でさ、私ここにさ、近くにいるとあっちのこと素通りなの。フルシカトでスーッつって。あのカーハットの、あのニットキャップ持ってたの、最初、茶色の。だから、あー、君は外しの色がいいなとかって言うから、蛍光イエローとなんかオレンジみたいなの持ってて、これはって言ったら、ちょっとなんか、そういうんじゃないなとか、私のことダサいと思ってんだよ。私のことは意見聞かないの。私が昔古着着てたとかって信じないの。もうそれは浴衣でしょう。食えんのこれ全部。食べれる。芋好きだもん。だってもう夜食べないもん私、おはぎ買ってくの忘れたね、最近。私も分かってたけど、いらないもん、食べるけど。確かに。散々こもしとか食べたからね。え、散々っつっても1回だけだよね。1回しか食ってないな、この、たまにも。でもまたさ、絶対ね、このうち食べたいって言うから、一応あんこも買ってあるし、部屋もまだあるから。こんなにお腹いっぱいなのにあんこ餅が食えるか。マジで一番あんこ餅じゃない、あんこだけだな。マジでキクックとか食べれる今。食えないよ。羊羹は羊羹なの、食べる食えるかすごいね、結構食うね。だって今日一生メロンもらう。今日は絶対これ以上食べなきゃ。じゃあ今年どういう年にしたい？どういう2024年にしたい？ないんだよって。ないの？あ、もういたってもう滑らかに突入した感じ？どういうとかない。毎年ないんだよな。でも目の前にあることを一つ一つと思ってるからさ、確かに確かに、それしかないかなっていうのは。年明けたからどうこうじゃないんだよね、普段からやってるもんね、いろいろ。いろいろ節目にはなるけど、やること変わんないし。俺はもう人1ミリも入んねえよ。こんなに食べていいのかな、私。食えんだ。食べようと思えば。あ、なんかお正月で胃袋大きくなっちゃって帰りたいんでしょ。身の置きどこないんでしょ、マスミちゃんの言葉で言うと。マスミちゃん食べ過ぎてさ、身の置きどころがないって言ってるよ、こんなの。ほんまいなくなるよね、食べ過ぎなんだよ、あの日は。限界超える食ってんのよ、腹減って。なんか1月ってあっという間に終わんない、ね、前半は結構長いよ。5月のゴールデンウィークは結構長いよ。で1月2月私節分まであっという間だよ毎年、うん、食べ過ぎた？